やハロナ、どうも梅丸です。では今回はプレイバックガチャ、こちらをやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。なんかいい限定が2体ぐらい出てきてくれたらそこでストップしようかななんて思っております。さあ早速1回目10連目でございますね。確定数とかは多分ね、例年通りであればあるはずなので、楽しみでございますね。カラミティジェーン、誰だっけこの女の子、ハーレー X だねこれ。ははもうそんなにいらないね。プレイバック、とりあえずね、まず1回目はプレイバックしましょう。星5自体4体出てるんですけども、まあ私はこれは中身はそんな伴ってないから捨てかな多分。まあ引き自体は、ね、中身は伴ってないけど星5自体は多い。いや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 、バクシー、怖い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 。最初の10連目が一番良かったっていうのが一番怖いですからね。せめて確定演出は来てほしいところではございまするが、いかがでしょうか。モンタナ、イーバーは結構いいかもしれないね。イベルタルじゃなくて、なんだっけ、イシュタル、ダザミ。とりあえずプレイバックするけど、確定演出欲しいですね。うん。確定演出限定欲しい。なんなら止まってくれないとちょっと怖いんだよね。リメンブラントいっぱいあるでよ。あ、ツーフォール。もうモンタナさんというかとりあえずいらないとして、まあ微妙だね。足利ヨシなんちゃらもいらないからね。あ、でも結界を伴ってくれ。ああ、怖いね、これ。怖いね、限定全然出ないね。あと3つだぞ、プレイバック。怖いよ。私、正直怖いよ、これ。頼む。限定出てきてくれ。頼むから限定出てきてくれ。マジで頼む。限定は出てんだよな、でも。限定は出てるけどさ。いやー。怖いよ、俺、正直。演出来てほしいね。止まってほしい、あと。欲を言うと。確定演出来た上で止まってほしい。そして限定が出てほしい。うわぁ、どちらにせよゴミだから、しょうがない。ラスト10連で行くしかない。頼む。キスキルリラ欲しい、俺は。持ってないんだ、今だに。止まってくれ止まってくれ止まって止まって止まった、熱い。そう、桜ギーム持ってなかったんですよね。ひどーい、ひどーい、もうこっちだよ女。うわ、なんとも言えねえ。マジでちょっとうーんっていう感じで終わってしまった。ということで、私のプレイバックガチャは散々なものでしたが、皆様結果はいかがだったでしょうか。もしよろしければコメント欄で、教えていただけると嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。おすまるでした。じゃあの。